さんこんばんは、リサです。今回はですね、パック動画になります。そして今回使っていくパックはこちら。使う直前に混ぜて新鮮、パウダープラスクリーム酵素パックとなっています。皆さんも見たことありますかね。ロフトだったりとかアットコスメストアとかで売ってたりします。こっから上が触った感じパウダーになって、こっから下がねクリームっぽい感じの触り心地になっています。ここをくる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 巻いてってプシュって押すと、こことここが混ざって酵素のパックができるよっていうシステムになってるみたいです。今までこういうタイプのものってなかったですよね。で、混ぜたばっかりの新鮮な時じゃないと効果がないっていうことなんだと思います。累計500万個突破って書いてあるんで、すごい人気なものみたいですね。効能は酵素の働きで古い角質を分解し穏やかに落とす。穏やかに落とす。くすみをなくし、お肌のキメを整え、透明感を蘇らせます。フレッシュな酵素の効果を実感できるようにマスクとクリームを毎回混ぜてお使いいただきます。なるほど、フレッシュな酵素がやっぱりこのくすみとかに効果があるってことなんでしょうね。で、図がここに書いてあるんですけど、早速やっていきたいと思います。で、肌タイプとパック時間目安って書いてあって、敏感肌は3-4分、乾燥肌は5-6分、素肌が7-8分、脂性肌が10分って書いてあります。この前肌診断みたいのに行って肌見てもらったんですけど、やっぱりちょっとキメが横に流れちゃってる、乾燥肌だよって言われたんで、私の場合は5-6分になりますね。なんか乾燥肌とかの方がもっと長くやるのかと思ってたら、そういうわけでもないんですね。じゃあ早速作っていきましょう。はじめに1、集めるって書いてあって、上部にクリームを集めますって書いてある。こうやって上部にクリームを集めていきます。結構入ってるかもしれない、量的には。上部にクリームを集める。はい、集めました。そうしたら巻き込みながら、でここでプシュっていって、上のパウダーと混ざるまで、お、今プシュっていって上に入りましたね。ここで多分今ね、パウダーとクリームが一緒になりました。で、そしたらこのパウダーとクリームがしっかり混ざるように揉み込んでいきます。この時クリームが逆戻りしないようにっていうか、ここ下はしっかりやって、で揉むってことだね。机に置いてやった方がいいかな、やっぱり。で、今撮影だから持ったままやったんですけど、机に置いてやるのがやっぱりいいかなと思います。こういうね、点滴があって抗生剤なんですけど、いつもこんな感じでプシュって開通させて作るのがあるんですけど、なんかそんな感じですね。お仕事で点滴のミクシングしてる感じですね。そうしたらここから切って、スパチュラ等でさらによく混ぜながらご使用くださいって書いてあるんですけど、スパチュラは付属されてないらしいのです。スパチュラ別であるので、こちらでやっていきたいと思います。じゃあ早速開けていきたいと思います。え、あれ、おお、この中にさらに、あれ私めっちゃ間違えた作り方、すごい間違えた私このソフト袋のままやってたけど、一回これを出してこれにしてからやるんだったんだね。え、間違えちゃった。そりゃそうか、なんかこう、私ってほんとこういうところあるんですよね皆さんは一回これを出して、この紫を出してからやってください。でもちゃんと作り方はできてるはずですこういうとこあるんだよね。なんかちょっとスカスカするな、混ぜにくいなって思ったもんね。でもちゃんと混ざってると思います。そしたらここだね、ここから開けていくんだ。え、うわー、ちょっとまだちゃんと混ざってないかな、混ぜがいまいちだった。まだなんかちょっと粉っぽいから、このスパチュラでしっかり混ぜていきたいと思います。そして中身はね、ピンク色っぽい感じですね。クリームとパウダーだから、やっぱり外から押すだけじゃもしかしたら混ざりきんないかもしれないんで、しっかり開けてから、よ、スパチュラとか用意してやった方が絶対いいかなっていう感じがします。香りはね、なんだろう、なんだろう、何の匂いかな、フローラ、石鹸、なんかそんな感じの匂いする。こういう
友達ん家の匂いあるかなみたいな感じです。思ってたよりも入ってる量はそんなに多くなかったのかな。しっかり混ざってクリーム状になったかなと思います。もうパウダーは見えなくてしっかりクリームと混ざっているので、そうしたら塗っていきたいと思います。で、塗るときは目の周りを避けてスパチュラ等でお肌が隠れるくらいに塗ります。6分ね。6分経ったらティッシュ等で軽く拭き取って、その後強くこすらないように気をつけて水かぬぬま湯で洗い流します。その後はスキンケアしてくださいってことなので、じゃあ早速塗っていこうと思います。うん、やっぱりスパチュラの方が塗りやすいかなと。あとやっぱりこっちの方が均一に塗れるかなっていう感じがします。指だと結構大変だと思う。しかもクリームがね、そこまで緩くないものなんで、あんまり垂れてくるとかそういうのがないから、そんなにパニック動画にはならずに今回のパックは使えそうです。これは酵素なんだ。酵素っていうかもっとなんか臭いのかなと思ったんだけど、そんなことは全然ないです。なんか酵素って聞くと臭そうな感じしませんか？私だけかな。いつもこういう系のマスクをするとき、パックをするときはパニックになる私ですが、今回は実にスムーズに行うことができましたね、はい、多分このねスパチュラのおかげです。そしたらじゃあタイマーで6分待っていこうと思います。じゃあ6分測っていこうと思います。はいはい、じゃあ6分経ったので、ティッシュで拭き取っていくっていうことだったので、優しくクリームの部分を取っていこうと思います。ティッシュ結構使うんじゃないか。結構クリームが多いから1枚じゃ無理っぽいな。だいたい取ったので、そしたら顔を流していきたいと思います。洗ってきました。で、今回やっていったのが6分だったわけですけれども、なにこれめっちゃいいわ。これ結構久々にヒットパックですね。なんかね、すごいもちもちしますね。もちもちして水分が入ったって感じがする。なんかそういう効果があるかは、多分その酵素の働きで古い角質をこう分解しっていうところで無駄なものが取れて、なんかね触り心地がすごくスムーズな上にもちもちしてる感じです。すごくすごい久々にこれめっちゃいいって思うパックだった気がします。6分間でこれだったらすごくいいかな。これはどれぐらいの頻度で使えばいいのかな。そういうのは書いてないね。でもまあこういうのだとだいたい週1ぐらいなのかなとは思うんですけど、このパックめっちゃ良かったです。うん、すごくいい感じです。トーンアップはまあ若干したかなっていう感じなんですけど、何よりなんかこう肌触りがいい。ちょっと日本語がないのが出てこないんですけど、触り心地がすごく滑らかになりましたね。なんかちょっと肌ってゴワゴワしたりちょっとザラザラするなっていう時があるじゃないですか。そういうのがやっぱ剥がれ落ちてくれたのかなっていう感じがしました。このパックすごいおすすめです。個人的にぜひいろんなとこで売ってるかと思うので、見つけたらトライしてみてください。ちなみにその時はこのソフト袋を外してから、この紫のが出てきてから混ぜてください。病院の抗生剤、私その感覚で作っちゃったんですけどね、外袋があって中にこう商品が入ってるっていうタイプだったので、皆さんはそこはちょっと気をつけてみてください。あとスパチュラはやっぱり用意した方がいいかなと思うので、ぜひスパチュラは買ってみてください。今回はというわけでこちらの酵素パックを紹介していきました。
最後まで見てくれてありがとうございました。ではまた次のビデオでお会いしましょう。バイバーイ。